それではあ、成りゆきとはいえ、<laughs> ライジング、えー、フリーダムやったかな。はい最近何でもガンダムがついたらいい,いうようなところで、えー、制作編でございまして、えー、まあね、成りゆきとはいえ、まあ、ちょっと、というところで、僕はね、できれば、えー、いろんなものがついてない、あのー、ノーマルな、 シャープなね、ノーマルなシンプルサイズが好きなんやけどというところなんですけどね。まずはですよ、頭から。これがね、恐ろしく強敵なんですよ、頭が。というのがね、あのー、今回、えー、このね、バンダイのこのプラモデルは、えー、ポリキャップがないです。ポリキャップがないんですけど、あのね、一個ずつのパーツが、 あの、プラスチックは非常に硬いです、これ。硬い。あのね、硬いのはね、あの、非常にあの、シャープな造形を、えー、出すには非常に良くって。で、実際ね、えー、これ、B1-6、顔やな、にあの、A-21、透明の、えー、ブルーみたいなパーツがこれ、目になってるんですけどね。 で、そこにあの B パーツ、白、F がグレーで、をずっとはめていくんですけどね、あのね、結構ね、プラスチックが硬い性いもあって、えー、造形が意外とシャープなんですよ。で、まあまあ,あ、ちょっとね、あの、いつも使ってる、いつも使ってる切れないニッパーが、 歯がゆい、切れないニッパーがすごく歯がゆいぐらい、あのー、シビアな切り出しなんですよ。これちなみにね、えっと、何歳から言ったかな ?8 プラスって書いてあったから、小学生ぐらいからはいけるプラモデルにしてるんですけど、ちょっとこのキットはね、パチ組みには難しいんじゃないのかなパチ組みには。だから枝がついたりとか、あの、ギザギザのね、部分が出ると、 ギザギザとか、ああ、そうやな。あの、切れないニッパーとかでザラザラしてる面があるとね、部品がつかない。ポリキャップもないからね、つかないことがあるんじゃないかというところがね、この、ここやな。前の顔のところの横。この耳、ガンダムの耳のとこやな。いきなりこの耳のところに、えー、ゲート跡があって、あのー、 結構ね、綺麗に、えー、切り出さないと非常に目立つ造形になっている。もちろん後ろもそうなんですよね。B1-5 って書いてある頭の後ろもそうです。で、ここやな、角。B パーツ、白。A パーツはこれ赤やったかな ?A パーツはね、色プラなんですけど、えー、あ、ごめん、えー。B が白で A が黄色やったかなはい。 で、A パーツ同じく A の Q があの、ちっちゃいパーツなんですよ。このね、ちっちゃいパーツが具合悪いんですよ。<laughs> なんで A, A, A パーツが具合悪いんかって言ったら、押し込むだけなんで、後でね、あのー、えっとね、オリジンガンダムやな。ハイグレードのオリジンガンダムがそうなんですけど、オリジンガンダムの、 あの、ツネの、角の取り付けの赤いパーツやな。オリジンガンダムの角の取り付けも、あの、角のところのパーツだけがポロ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 落ちんのよ、あれ。ほんで、もう、行方不明になったりすることがあるんでね。この A の9は、えー、やっぱり、あの、まあ、綺麗に磨いた後、ペーパーで成形した後ね、あの、完全に止めてしまう方がいいね。止めてしまう方がいい。それと、やっぱり A の27、 b の4が、あの、角がね、ここ、尖ってないんですよね。この尖ってないところを、えー、綺麗に研ぎ出すのが、非常に高難易度な作業になる。ちなみにだからこの頭だけでも、この頭の b 一の6で、b 一二 f 一六えー、b 一で、やな、 B1 の5とかって順番にパーツをね、えー、やっぱりペーパーかけて綺麗に成形しないと,あと後々尾を引くんでやるとやっぱ小1時間ぐらいこう頭だけでもかかるのよなで小1時間ぐらいかけてつけたらどうなんのかってこんな感じになるんですよこれほらここねこれが A の27 で、ここが B の1の4。で、この赤いとこがあ A の9。仕方がないんで、黄色いパーツのところに、えー、流し込みで、えー、色を入れまして。で、このメいるとこやな。耳の目のとこはもうそのままブルー。ちょっと僕今、ちょっと手が不自由なんで、筆が使えないんで、こんな感じで成形して、この横やな。横のこの合わせのところも、あの、前が。 あの、B1 の6、かすってるんだよど、これね。貸してるから。で、ここも綺麗に成形しないと、えー、まあ、非常に、厳しいかな、っていうところで。ただね、これシール貼らなくても、あの、気にならない人にしてみたらね、シール貼らなくてもね、ここ。<laughs> これ、シール貼らなくてもね、見えないっちゃ見えないとこなんですよね、これ。<laughs> 見えないところではある。 はい、であとはこの、顎口んところが、あの、なんとこれグレーなんですよね。うん。この F1 がグレーなんですけど、あれガンダムの顎って赤じゃなかったっけみたいなね。いや、おそらええねんけど、ね。これ、これ頭です、これ。これやるためにね、見てください、ほら。艶がないでしょこ。結構ね、かなりのところまでペーパー押し込んでるんで、 ペーパーで削り取ってるんでね。とくともちろんこの辺とかは、あのー、これね、もう悪いけど、バンダイもね、いい加減にしなあかんのが、ここのこの角やな。角のところ尖ってんのね、余分つけんのいいねんけど、あのね、いい加減な余分つけんといてほしいのやな、これ。<laughs> いい加減なね、余分がついてるから、あのね、綺麗にね、切り取れないんですよ、一発で、ここ。 このね、A の27と B の4がやったっけ綺麗にならないのよ。あの、余分が多いから、のりしろが。のりしろが多すぎて、ここやろうってバンって切ったら、ちょっと手前やったりとかね。で、あの、爪じゃないけど、切りすぎたら、あの、角が細くなるから、ちょっと遊び作ってね、やんねんけど、ここのね、切り出しだけでね、あの、下でいっぱい、一回パスッと切って、 で、左右で切って、また残ったところをね、あのー、何、ニッパーで切って、で、ちょっと遊んだところを、後でペーパーで削り取るみたいなことやってこれなんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> 何刺しとんねんみたいな感じでね、なんですけどね。あのー、まあ、僕も久しぶりにガンダムのプラモデル作やってますけど、これね、えー、 バンダイで言うとね、あのー、ガンダムのプラモデルでも、オリジンやったかなバンダイのあの、オリジンシリーズや。ガンダムの G オリジン買ってんけど、あのね、G オリジン並みに、意外とね、あの、成型が、あの、シャープなんですよ。バンダイにしては、これ、ほら。だから、ここの目のとこが、そのままはめてて、まあ、これ分解できんねんけど、分解しなくても、このままで、 あの、昔のエントリーグレードやったな。エントリーグレードが、色分けが影でしなくていいのと同じで、こうしたらね、これで十分成り立つのよ。ただこの辺のとこやな。こういうところの水平線やな。水平線だけは綺麗に取っといたら、ここの黄色いとこもそうなんですけどね。水平面だけ綺麗に揃えたら、いけるんちゃうんかなっていうのがこれなんですよ。ほら。綺麗になってるでしょ。水平面やな。 こんなんバンダイで水平面っていう話なん、ね、出ないんで普通。<laughs> バンダイのプラモデルでこんな水平がどうとかっていう話ってね、あんまり言えへんで、スケール切ってやったらあると思うねんな。F1 とか戦車とか飛行機やったらね、水平面がっていうとこは通じんねんけどやで、ね。こうバンダイのプラモデルにそんな話あんのかなみたいなところなんですよ、これ。これだけだから小1時間ほど使って、 もうこれでやめとこうかなってね、ちょっと思ったりするところなんですよ。なんでって言ったら、あまあ正直やけど、あんまり僕はもう最近ガンダムはちょっと、ちょっとガンダムはちょっともうご無沙汰してもいいかなと思ってるところではあるんでね、そんなに急いでやらなくても大丈夫じゃないのんっていうのが正直なところではある。けどね、やるんやったらちゃんとやらなあかんと思うんですよ。ちゃんとやらなあかん。 ほんでね、あと、あれやな、今日ちょっとね、あのー、どこやったかで話したかもしれないけどね、これね、えっと、バンダイのプラモデルは、あのー、まあ、これペーパーをね、かけない人、パーチ組みでね、もう、とりあえず形になったらいい人は別なんですけど、あの、ペーパーかけた後って、あのー、ペーパーかけた後のパーツはね、一応ね、あのー、僕はね、あのー、 アルコールがちょっと入った、アルコールのちょっと入ってるウエットティッシュでこれ拭いてるんですよ。あの、手垢がつくからなんですよね。手の油が、手垢開いたらごめん、ちょっと言い方があれやけど、手の油が、指とかについてる油がね、あの、プラスチック面につくと、バンダイのキットはね、あの、色が汚くなるみたいなんですよ。置いてると、経年で。だからね、あの、こうやってパーツがあの出来上がったら、あー あのアルコールのちょっと入ったウエットティッシュかなんかで拭くと、あの、プラスチックの劣化がちょっとマシンなんのかなっていう、そんなとこですか。<laughs> こめっちゃ山盛りのパーツ置いてあると <laughs> ころも、わからんねんって思うやったのけど、あのね、正直ね、これ、バンダイのプラモデルやるんやったら、もうね、山積みになってるあの、プラモデルの方が、ちょっと好きなんですけどね。まあ、今回ちょっと、成り行きと言いながらも、ちょっとやるんでね。 まあちょっとあの、やるんやったらちゃんとやらなあかんからっていうことなんですよ、こんな感じになります。はい。これ。これがあのー、何言ったっけライジング、ライジングフリーダムや。うん。何がライジングなんかわからへんけど。はははは。顔でございます。これでね、小一時間ほど撮って、小一時間撮ってやで。今あのー、ついでやから宇宙戦艦ヤマトやな。2199見てるんですけど、あのー、 なんか、冥王星におった、冥王星におった宇宙マトがね、なんか気がついたらもう、大銀が超えてるぐらいで <laughs> 頭だけで、大銀が超えてんねんな。<laughs> 冥王星から、冥王星からね、あのー、あのー、銀河超えてる、超えていくぐらいの時間がかかって、これやねん。でね、あのね、ほんまいい加減にそがなかんでっていうのが、このね、ガンダムっていうプラモデルは、ガンダムっていうプラモデルはね、 そもそもやけど、子供向けのプラモデルのはずやねん。子供向けの。あのね、買った人はもしかしたら思ってるかもしれんけど、このね、ライジングフリーダムっていうキットは、あの、ハイグレードって書いてて、まあ値段もハイグレード並みの金額やねんけど、中身はね、あの、リアルグレードに近い精度がね、子供が作るには、子供が作るにはちょっとね、精度が高いんじゃないのかなって。 ああのの取り付けがねだからあの何安物のほら、セット売りのニッパーと、あと接着剤しか持ってないとか、クラフトナイフやな、あのちっちゃいナイフなんかで、あのまあ、バリとか、ゲートの残りを切ったりとかっていうのがね、ちょっと難しいような、まあ、大人でもそうやねんけど、とかにはね、ちょっと厳しいんじゃないのかなって。最近、あのだからあれあの、何やったっけ、せ、えー、やせや。 あの、パチ組みしたやつを買ってきたやつがそうなんですよね。あれ、昨日の、えー、x スインもそうなんですよ。バラしたら、あの、ゲート切ってないような跡がね、いっぱい出てきたりすると、ちょっとゲートぐらい綺麗にそこをやって痛くなるような、あの、もしかしたらこれもそれの一つ。一旦は形になんねんけど、精度がね、上がらないと、あの、出来上がりに影響が出るっていうの。だから、今のね、この、今が1ミリずれると、 今がここで頭のところで1ミリずれたとしたら多分ボディ、腕、足、腰とかってやっていくうちに1ミリの誤差がどんどんとね1センチとか5センチぐらいになってくるぐらいのあの精度の高さをねちょっと要求するんじゃないのかなってねちょっと宇宙戦艦ヤマト見ながら思いましたよこれだからここほら角のとこもそうでしょこれピーンっていう水平線があって下は下でちゃんと水平線があったら そこをやっぱり綺麗に切り出してこかないとこ、こほら、見た目に影響が出るんやん、これほら、ここも2段階になってるしね。うん。これね、今、あちょっと思いつきで言ってるけど、これね、今これって言ってる、この、やな、ここに段差があって、ちょっと切り出しが悪かったらとかって今のフレーズね、あの、僕ね、予知夢で見たことがあるんで。<laughs> <laughs> うん、だから、あの、予知夢って言ってね、僕ら結構ね、昔から見るんやけど、 こうやって言ってんのは、多分ね、えれ、ー、を言う、運命やったんやろう、みたいな。今言っててふっと思ったから、今ついでやから言ってるけど。だから <laughs> <laughs> お、おなんやねんと思ったけど、ライジングフリーダムガンダムは、おそらくね、僕のあの、人生の中でこれは作らなあかんプラモデルやったんやろうなって、今言いながら思ったわ <laughs>。ほんまに。 こうなんかね、うん、今言いながら、あれこの光景ってどっかで見たなってね、俯瞰で、俯瞰で見たなと思って。で、今この段差がね、どっかで見覚えがあんねんか。で、あれこれって前になんか見たことがあるっていうの、予知夢かなんかで、と思ったけど、まあそれはさておきやけど、こう頭だけで1時間かかったらえ、ね、で、この頭だけで1時間ぐらいかかったら、 これ最後の後ろまで行くのってね、1ヶ月ぐらいかかるのちゃうのみたいな <laughs>。1ヶ月ぐらいかかんで。ライジングフリーダムは。その間にね、僕多分ね、もう全然違うことやってるかもしれんな,な。それか催促してね、まだですかライジングフリーダムとかって言われて、あーごめんごめんって、ライジングフリーダムなーって言って、今ちょっと違うことやれたけど、違うことやってるわ、みたいなところになりそうな予感がしますね、これ。はい。これ。 ま、けどね、あのー、なんやろ、この、ライジングフリーダムっていうキットはね、全部が多分専用パーツみたいなんですよ。今回のあのー、あの、バンダイのね、えー、ガンダムシードフリーダムガンダムシードフリーダムっていう映画があって、そのために、えー、このキットをね、新規で開発したんであれば、あのー、まあまあ、あのー、普段はバカにしてんねんけど、 バンダイっていう会社のね、バンダイっていう会社が、このプラモデルは、このプラモデルは、どうしても綺麗に、綺麗にね、あのー、出来上がってほしいねんって、バンダイの、あの、頑張ってで綺麗に出来上がってほしいねんっていう気持ちが、ちょっと伝わってくるな。このパーツの切り出しとかもそうですけどね。あのー、それとあの、普段やったら、あの、あっちや。あの、マックスファクトリーやな。 マックスファクトリーととかのプラモデルと同じなんですよマッククスファクトリーもあのー、ただ単にパチ組やったらあ大したことないプラモデルやねんけどあのそれなりに、あのー、こうやってちゃんと可愛がってあげたらっていうのかなペーパーかけて可愛がってあげるとあのそれなりになるのがマックスファクトリーがそうなんですけどこのバンダイのこれもねあのー、ぜひこの機会にやなあのー まあ僕らみたいなおっさんとかでも、あパチ食いの人いてるからやねんけど、あの、できればね、まあこの角のとこもそうやんですけどね、一回ちょっとあの、ペーパーかなんか買ってきて、あの、落ち着いてっていうのを映画見て、ね、映画見てテンション高いから、映画見てテンション高いから、もう、パパパパーンって組み立てて、ちょっとガシガシ動かした後もそのまま置いとこうじゃなくて、ちょっと一回、 まあ、その、バンダイのプラモデルも向き合ってみて、ちょっとこう、綺麗にしてみようっていう気持ちがあったら、まあ、こんなぐらいになんのみたいな。これ。この赤いとこもそうなんですよ。めちゃめちゃ小さいパーツなんで、ね、小さいパーツやから、この角もそうやけど、久しぶりやで、ピンセット出してきて、ピンセットで固定してやで。<laughs> ピンセットで固定してこれペーパーかけてるやでこれ角とかもここの赤いとこもそうやけどここの横もそうやであの取り付けやな取り付けるときにあの前と後ろが水平になれへんかったら困るからあのちょっとペーパーかけてちょっと途中まで押し込みかけたところで一回様子見てやったのがこれやねここほらだから水平面が取れてるでしょうーんまあそうやってやってみるとちょっとこう かっこよく見えるっていうのかな、このグレーのとこが、あのー、まあ、顔の横についてんねんけどね。こういうところなんかも、あの、ちょっとした面やねんけど、あの、綺麗に成形してるか、あの、やっぱりテカテカで、あのー、ランナーゲー、ランナーのー縁やな。ランナーの縁で、ちょっと反ってたりするところなんかもね、綺麗にするとちょっとこう、仕上がりが変わったりとか、この顎のところもね、 これ、面で言うたら、こっち、左、右、上、下、前ぐらいのこの分割点があるから、分割っていうか面点が、面があるからね、そこちゃんときれいにすると、ちょっとはきれいに見えるんじゃないって、ほら、ね、ここもそうよ、上、下、横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 で、ここのところの水平やな、ここの水平、後ろの水平とかも全部取っていったら、こうやってきれいになるんで、 よかったら、ああ。あ、こういうのもどうでしょう。<laughs> <laughs> これ頭だけやで。うん。ほら。と綺麗ですよ。うん。ほら。なんか僕もね、あの、なんか見たわ。あの、ネット記事がなんかで、大川原邦夫先生かな。大川原邦夫先生が、あの、このガンダム、えー、シードフリーダムガンダムシードフリーダムをやって、 ちょっとね仕事で、えー、受けたんやけど、ここでちょっとまあ,あの、人一段落しようかなとかっていう記事を読んだことがあるのよ。大川原邦夫先生のね、そういう意図を汲み取ったんであればね、まあ、ここはちょっと大川原邦夫先生のね、えー、まあまあ、ご高齢なんで、まあ,あ、もしかしたらこういうのを見るの最後かなと思うと、ちょっと小切れにそこうかなみたいな。<laughs> 小切れ言うて、<laughs> こんな感じでございました、頭。 今日は長いであれいやいやいや